フィリッパ・ファン・エフモントは、ドイツ・オランダ系のゲルデルン公爵家の公女で、ロレーヌ・コールネ2世の2番目の妻。フランス語名は、フィリップ・ド・ゲルドル。ゲルデルン公アドルフとその妻で、ブルボン公シャルル1世の娘であるカトリーヌの間に、双子の片割れとして生まれた。双子の弟カレルは、エフモント家最後のゲルデルン公であった。年、ロレヌ・コルネ世は、 最初の妻、ジャンヌ・ダルクールの不妊を理由として教会に婚姻無効を宣言させた。ルネは、ドレーヌ公爵家とフランス王家との結びつきを深めるべく、フランス王室の縁者であるフィリッパを新たに妻に迎えることを決めた。二人の婚礼は1485年9月1日にオルレアンで挙行された。1508年に夫と死別すると、わずか9歳の長男。 アントワーヌのセッに就任しようとしたが、広告の盗賊が反対したため失敗に終わり、公権役の一人の地位に止められた。1509年6月13日、老夫の妹であるアランソン公爵未亡人、マルグリットから、マイエンヌ男爵区領を買い戻している。1519年12月15日にポンタムスソンのクララ海女子修道院に入り、亡くなるまで同修道院に住んだ。 1538年に弟のカレルが着手のないまま、要う去ると、フィリッパは、長男アントワーヌに、ゲルデルン公領の相続権があると主張したが、ゲルデルンは1543年に新生ローマ、皇帝カール5世によって、ハプスブルク家両名デルラント諸州に編入された。1547年に79歳で死去し、意外は、 ナンシーのサンフランソワドコルディア教会に葬られた。オットルネニセイとの間に12人の子女を設けた。ありがとうございます。